宅トレで頑張っているのになかなか痩せられない、そういった方がやってしまっている10のことということで紹介していきます。なかなか痩せられない人には痩せられない人の習慣というのがあります。一つずつ紹介していきますので、自分のキリのいいところで動画を止めて見るのをやめるのも OK、 最後まで見て理解するのも OK、 お任せします。今回も共有していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。フィットネスジムに行かずにですね、自宅でトレーニングする方がどんどん増えてると思います。たくさん動画を見ながら一緒に10分20分体を動かしている人も多いと思いますが、なかなか変われない人もその中でも多いと思います。毎日動画を見ながら頑張ってるのになかなか体が変わらない、めちゃくちゃモチベーションが下がっちゃいますよね。ついつい動くのをやめて動いてる人を見るだけになってしまったりとか、そういった方もいるんではないでしょうか。今回は宅トレで頑張ってるのになかなか効果が出ない人のトレーニング効果を下げてしまう NG ポイントというのを紹介していきます。勉強だった方はグッドボタンやコメントもよろしくお願いいたします。では行きましょう。一つ目です。トレーニング前のガブ飲みです。ついつい体を動かす前っていうのは一応水分取っちゃいますよね。張り切って水をゴクゴクゴクって飲んでしまうとですね、実は水っぱらになってしまったり、ポーズによってはお腹の張りが苦しくなったり、運動前というのは実はあまり飲まない方がいいんです。汗が出だしてちょびちょびと飲むのがベストです。ちなみにトレーニング前に飲む飲み物としてはカフェインが含まれているブラックコーヒーがおすすめです。ですがもちろんガブ飲みしちゃうと運動の効率を下げてしまうので、一口ぐらい飲んでですね運動をするというのがまあ効率的ではあります。2つ目、空腹時のトレーニングです。意外と空腹状態でトレーニングした方がカロリーがないので脂肪が燃えるんじゃないのかみたいな方もあるかもしれませんけども、実は筋肉の分解の方が早いです。そして空腹状態で運動した場合低血糖になる危険性もありますので、空腹状態のトレーニングというのはとても非効率になります。もし食事をして動くならば 1,2 時間前に食事を終わらせておく、または2,30 分前に消化が行われやすいバナナや糖質の含まれたゼリー飲料などがおすすめです。あとは BCAA などアミノ酸を少し口にしておくとですね、体を動かすエネルギーになりますのでおすすめです。3つ目、寝不足でのトレーニングです。朝早く起きて日中に動く時間がなかった、でも毎日頑張っているから今日もやっておこうで、睡眠時間を削っている状態でトレーニングを無理して行ってもですね、トレーニングの質が低下していますし、翌日も疲れが溜まった状態になってしまったり、とても非効率な状態になります。ですので睡眠不足の状態ではトレーニングをしっかりお休みして元気な時にしっかり動くのがおすすめです。4つ目、これ結構やってしまいがちなんですけども、運動前のストレッチです。このストレッチというのは静的動的2種類ありまして、よくやってしまいがちなのが静的です。静的ストレッチを運動前にしてしまうとですね、筋肉を伸ばして筋肉は緩んでリラックスしてしまいますから運動効果が下がってしまいます。ですので運動前というのは動的ストレッチ、早く体を動かすようなストレッチを行ってから筋肉を引っ張るんですけども、筋肉を温めてですね運動をすることで可動域や筋肉の収縮やパフォーマンスが上がりやすくなります。5つ目、プロテイン不足です。毎日頑張って動画を見ながら宅トレしているのになかなか効果は得れない、カロリーは必ずマイナス保っているはずなのに、ベジタリアンの食事をしているのになかなか体が変わらない、そういった方はプロテイン、いわゆるタンパク質が不足しています。体を動かしている場合筋肉の修復や回復によって運動していない時よりもですね余分に栄養が必要となります。そこでプロテインというのはタンパク質だけではなくてですね、ビタミン、鉄、マグネシウム、亜鉛、それぞれいろんなバランスよく含まれています。ですので運動をしていない人もですね健康のために取った方がいいんですけども、
やはり運動をしている人はですね、もう必ず取ってほしいというものになります。もし食事から同じような効果を得たいっていう場合はですね、卵がおすすめです。卵の白身はですね、生命を守るための栄養素がすごく含まれてますので、鶏肉や豆腐などももちろんタンパク質の補充としてはいいんですけども、卵がとっても栄養価が高くおすすめです。6つ目、ヘルシーなものの食べ過ぎ。意外とヘルシーなものってですね、安心して食べ過ぎちゃう場合があるんです。例えばカロリーメイトやシリアル、コーンフレーク、プロテインバー、ああいったものはですね、意外と糖分が多かったりして、それに牛乳を混ぜてしまうとですね、意外とダイエットの時の一食のカロリーよりもですね、上回ってしまう場合が多いです。成分表などを見るとタンパク質以外に意外と炭水化物と脂質が多かったりするものも多いですので、よくチェックをして余分なカロリーを摂取しないように、タクトレの効果が上がるように意識してください。7つ目、ついつい夜ご飯を食べ過ぎてしまって、食べた後にハードな運動をしてしまう、よくあると思います。これもタクトレの効果をすごく下げてしまいます。いっぱい食べ過ぎた場合ですね、タクトレしたどころでは全くカロリーはチャラにできません。タクトレの効果を上げるためにはですね、余分なカロリーを摂取しないプラスアルファ少し運動というのが早く結果を出すポイントです。8つ目、トレーニング時の姿勢が悪い。インスタグラムや YouTube、 スタイルがいい人を見ながら一緒に動く人も多いと思います。動画ではいちいち細かくフォームなどを言わずにですね、30秒1分などいきなり運動を開始する動画も多いです。そういった場合はですね、日常的に体を動かしている人は体幹部がしっかりしてますが、動画を見ながらただ真似しただけではですね、鍛えられている部分というのは3分の1、5分の1ぐらいになってしまうこともありますので、とてもトレーニング時の姿勢というのを気にしながら真似することが大切です。動画を見ながら聞いてる感じがしない、違うところに聞いてしまっている、そういった方はですね、必ずフォームが間違ってますので、ちゃんと使えるようになるにはですね、意識と練習というものがとても大切になります。ですので、ただ動画を見ながら一緒に動くっていうのもですね、動画で言うと時間、エクササイズ名、言葉なし、そういった分をですね、ただ真似して多少カロリー消費はしますけども、それを毎日続けたところでなかなか効果は得れませんので、まずは一種目ずつをですね、紹介しているフォームなども適切に紹介しているものでフォームを身につけてから5分10分流すようなエクササイズをすることがおすすめです。9つ目、回数や目標などが適当である。これはタクトレしてもですね、なかなか結果が得れません。ただ動画が配信されて新しい動画をどんどん真似していく、目的、回数、目標などをしっかり定めた上でですね、タクトレを行うことが結果への早道です。できればですね、いつも見えるところに紙に書いてですね、目標体重や目標体脂肪、目標となる女性男性のスタイル、そういったものを目につくところに置いてですね、そこに向かっていくためには1日何分ぐらいの運動が必要なのか、どういったメニューの筋トレが必要なのか、そういったものを定めてですね、タクトレしてもらえたらと思います。最後10個目、食事と運動のバランスが悪い。これではなかなかタクトレで結果が出ません。めちゃくちゃ食べてるのに1日タクトレ5分、それではなかなか結果が出ませんよね。運動1、食事9って言われているように、まずは食事、そこにプラスアルファしてですね、全身を動かす運動をするのか、それとも筋トレをするのかというのを決めることが必要です。食事も無理にカロリーを減らしたりしてしまうとタンパク質も不足してしまって、そこでプラスアルファ全身運動をしてしまうとですね、さらに筋肉の減少が起こってですね、体重はもちろん減るんですけども、必ずリバウンドをしてしまう。それではタクトレの結果がね、得られてませんよね。そうならないためには食事を気をつけるのでも必要な栄養素をしっかり摂る、栄養素が足りているなら全身運動を行う、栄養素が足りているかわからない、タンパク質も少し足りてないかもしれない、そういった場合はですね、筋肉減らないように全身運動をやめて筋トレ、大きい部分の筋肉を使う筋トレをするのがおすすめです。タクトレしても
すぐに血管が出る人もいれば出ない人もいます。食べ過ぎても太らない人もいれば、少し食べても太る人がいます。インスタグラムや YouTube、スタイルがいい人が動画を配信してもですね、結果が早い人もいれば結果がついてこない人もいますので、自分に合ったものをしながら、息抜きをしながら、コツコツ楽しむことが宅トレの成功の秘訣です。という感じで今回10個紹介させてもらいましたけども、宅トレで結果が出ない、フィットネスジムにも結果が出ない、今回10個のうちの3個ぐらいがね当てはまってた人は、そこを気をつけていけばですね、必ず結果がついてきます。あとは継続です。そうすることで自分がなりたい体というのがどんどん向こうからやってきます。一緒に頑張っていきましょう。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。